学生？なんだいつ。これも？この軽トラも？この軽トラも仲間じゃん。はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回もですね、蒸気を逸した危険運転の映像が入ってまいりました。冒頭もご覧いただいたんですが、撮影者の車両が市街地道路を走行中に前方を走る軽自動車から助手席側の人物が半分体を乗り出し、いわゆる箱乗りという形で蛇行運転を繰り返す軽自動車の映像が記録されています。こちらの映像が撮影されたのは本日7月17日の午前2時24分となっておりまして、場所は神奈川県相模原市国道16号の小淵付近となります。近隣にはニトリモール相模原店がございまして、管轄の警察署は神奈川県警察相模原警察署並びに相模原南警察署となっておりまして、どちらもすぐ近隣の警察署になっておりますから、本件の危険運転に関する情報提供に関しては、どちらの警察署に通報されても問題ないと思います。私のチャンネルでは相模原南警察署の方に今回撮影された映像に関して通報を行う予定でおります。こちらの通報というのは、要はね、こういった煽り運転が YouTube 上で取り上げられておりますと、実際に現に撮影された方から情報の提供をいただいてですね、極めて悪質かつ危険な運転が映像として記録されております。ぜひ捜査をお願いします。ということで連絡をさせていただきます。もしこちらの映像をご覧になった方の中で、これは許せないと、私も通報したいと考える方がおられましたら、通報に関しては個人の自由でございますので、相模原警察署もしくは相模原南警察署ですね、いずれも神奈川県警察となりますが、通報自体は個人の自由でございますので、このどちらかに通報していただければ良いんじゃないかなと思います。その際にはあやとサロンという YouTube チャンネルで最新の動画として公開されている軽自動車による箱乗りを含んだ危険運転の映像ですと伝えていただければ、警察の方でもね、すぐにそれをチェックすることができると思いますので、よろしくお願い申し上げます。で、本件に関してはこちらの車両ですね、今回のような危険運転を繰り返し行う可能性もありますので、近隣の方々に向けた注意喚起として公共性公益性を鑑み公開させていただきます。ナンバープレートは湘南559上野のう8番となっておりまして、車種はスズキのワゴン R と見られます。高齢者マークが装着されておりますから、所有者と運転者がもしかしたら違う可能性もありますが、所有者が何らかの事情を知っている可能性も多分に考えられる事案なんじゃないかなと思います。ナンバープレートに関しては個人情報にも当たりませんので、こちらの車両を見かけた方については、これどういう運転をするか、どういった危害を加えてくるか分かりませんから、絶対に不用意に近づかないでいただければと思います。本件に関しても神奈川県警察の方にですね、相当数の通報が入る事例と考えられますから、
まあ、そういった通報がね、数多く寄せられれば、今日情報が出てきたばかりの映像ということもありますので、道路交通法違反の容疑で警察も早期に捜査に乗り出すんじゃないかなと思います。またこちらの車両ですね、湘南559上野の宇8番の軽自動車スズキワゴン R に関して何らかの情報をご存知の方、例えば近隣でこの車を見かけたですとか、近所の駐車場に止まっているのを見かけた、あるいはこの車両の所有者を知っている、所有者と話したことがある、こういった捜査上非常に有力な情報になる可能性のある情報の提供が可能であるという方については、先ほど申し上げた神奈川県警察相模原警察署、あるいは相模原南警察署の方に情報の提供をよろしくお願い申し上げます。先日も和歌山県内で発生したホンダのオデッセイによる煽り運転の事件に際しても、私が公開した動画だけでも1000万回以上の回数再生されておりまして、視聴された方の中から犯人の検挙に至る上で非常に重要な情報ですね、犯人の氏名に関する情報や犯人が住んでいる場所を知っているという情報、また加害車両の保管場所を知っているという情報、それから近隣のガソリンスタンドで似た車をよく見ているという情報、さまざまな情報が数多く寄せられたことで、通報から2週間経たずして和歌山県警察は該当のドライバーを検挙逮捕することができました。今回も同様に動画をご覧になった方の中からドライバーを検挙するにあたって直接的に有力な情報が寄せられる可能性もありますので、該当する車両についてご存知の方、あるいは見かけたという方、近隣で見たことがあるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ神奈川県警察の方に情報の提供をよろしくお願い申し上げます。当チャンネルの方にも今回の映像ですね、こちらで記録されている車両に関して有力な情報等が入ってまいりましたら、当チャンネルの情報部を通じて公安機関に提供していきたいと考えております。本件の映像で映っている車両に関して何かご存知の方がおられましたら、神奈川県警察の方に情報の提供をよろしくお願い申し上げます。また新たな情報が入り次第動画の方でお伝えしてまいります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやとでした。おやすみなさい。あやとサロンでは皆さんからのドライブレコーダー映像を募集しています。煽り運転や危険運転、交通事故や悪質な運転など、こちらのアドレス宛てにお気軽にお送りください。チャンネルで公開した結果、検挙に至った事例も多数ございます。大した内容じゃないかもと思う映像でも結構ですので、ご応募お待ちしています。